皆さんこんにちは、エリです。今日はビーズのネックレスを作っていきます。テグスを用意して120センチにカットします。丸カンをテグスに通します。今回使用するビーズはパーツクラブのボヘミアンビーズです。丸カンの両サイドにビーズを3つ通して、片方のテグスを3番目のビーズに通します。それぞれのテグスに2つのビーズを通して、下のテグスを上のビーズの2つ目に通します。上側のテグスにビーズを3つ通します。3番目のビーズにテグスを通して、逆側のテグスをここに通します。下の方のテグスに一回り大きいパールを1つと3つビーズ通して、上の方のテグスを4番目のビーズに通します。4つビーズを通した方のテグスをここに通します。上の方のテグスにビーズを2つ通して、下の方のテグスを2つ目のビーズの穴に通します。さらにこのテグスをこのビーズに通します。上の方のテグスに3つビーズを通して、下の方のテグスを3番目のビーズに通します。3つビーズを通したテグスをさらにここのビーズに通します。上のテグスにビーズを1つ、下のテグスに2つビーズを通して、上のテグスを下のビーズ2つ目に通します。上のテグスにビーズを1つ、下のテグスにビーズを4つ通して、上のテグスを下のビーズ4つ目の穴に通します。これで1パターン完成です。これをちょうどいい長さになるまで続けてビーズを通していきます。テグスが短くなってきた時の足し方なんですけど、切りのいいところでテグスを固結びします。ほどけないようにギュッと結んでテグスをカットします。継ぎ足し用のテグスを用意して、また新しくビーズを通していきます。はい、ネックレスの長さに作ることができました。このビーズの大きさで25パターンビーズを編みました。今回は小さいビーズで作ってるんですけど、コットンパールや樹脂パールなどもう少し大きめのものを使って作ってもいいと思います。最初に丸カンをつけたように最後も丸カンをつけます。編み終わりの箇所にビーズ3つを通して丸カンも通します。丸カンを通した後にもう一粒ビーズを通して、もう片方のテグスにビーズを通して、この糸同士を固結びします。
っかり2回ほど結んだ後に糸をカットします。今回使用するネックレス金具はこちらです。丸カンを使ってつなげていきます。はい、こちらのネックレスは完成しました。次に3センチの9ピンを5本とパールビーズを用意します。今回使用するビーズはこちらです。9ピンにビーズを通していきます。残りの長さがこれくらいになった時に金具を曲げます。ペンチを使って先を曲げます。丸を作るときは最初にあった丸に平行になるように丸を作るようにしてください。これが出来上がったらちょっとカーブをさせます。この形を残り4本作っていきます。はい、5つのパーツが出来上がりました。次にこのネックレスを使って仕上げていきます。ネックレスの中心から5センチのところをカットします。カットした先に丸カンをつけます。丸カンをつけれたらこの5つのパーツをつなげていきます。はい、こういった感じで完成です。はい、今日はビーズでネックレスを作ってみました。ぜひ皆さんも作ってみてください。私の動画では刺繍をメインとしたものづくり動画を発信してますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。